はい、どうも、アザラシです。どうも、スノーの実況やっていきまーす。これでいっけ？すんごい久しぶりで。すんごい久しぶりで。これでいいよね。これでいいよね。いやー、久しぶりですね。スノーはど深夜にやりたい。やっぱ、ね、この手のギャルゲー、ノベルゲー、エロゲーの類はね、夜にしっぽりやりたい。これ、もういいの？お？あ、そうなんだ。わーい、スミノだよ。音のバランス大丈夫かな。ちょっとサウンド設定をしていこう。 BGM もちょっと落とし込み、ボイス上げでのちょっとボリュームやっぱ3にし3か。大きいな。思い切り柱にデコぶつけた。起きて。朝ですよ。なんで隅のなんだよ。寝すぎは良くないんだよ。だから起きましょう。はい。あ、でも場合によっては寝ててもいいんだよ。どんな場合だ？もう録音おしまいだよ。じゃあねー。いいですね。いいか。かなたちゃん、起きてる？声。あう。おはよう。なんかね、色の調子が。お疲れなの？色の調子がね、なんかおかしいなって思うんだよな。これだよね。なんかね、色の調子が、すごくホワイトバランスが悪い気がするんだけど。ちょっとね、この辺の設定でイジローにもね、いまいちよくわかんねえんだよな。この色だけ、入力設定とかが、ビデオコンポーネントイン、リンクリエイテッド、デバイス設定、カスタムプロファイル、ビデオデコーター、画像の調整か？あ、これか。これだ。今わかった。待ってくれよ。コントラストが弱え気がする。コントラストをもうちょっと強めに、規定値。鮮明度下げてんな。なんだこれ。こんな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。キャンセル。やっぱこれおかしかったんだ。今気づいた。ちょっといじってみますね。これスクショ撮っとかんと、あといじって。治った。ちょっと治った。鮮明度もうちょっと上げてみます。どうでしょう。バキッとしたね。まあ60ぐらいにしとくか。これぐらいで。鮮明度ちょっと上がったね。コントラストもうちょっとビシッとしとこう。120。ああ、これいけんな。これはいかんね。コントラストはそこまで上げん方がいいわ。これぐらいか？これぐらいか？ほう。鮮やかさもうちょっと上げたいね。鮮やかさ140。良いんじゃないですか？これ。ホワイトバランス、逆光補正、ガンマ、鮮明度、色合いはもうちょっとピンクに寄りたいけど、適用 OK。 どうでしょう。まあいいかな。ちょっとやっぱおかしかったんだね。いつの間にか設定がちょっといじくられてたという、いじくられてたっつうんじゃないんだけど、ウィース。20分分しかやんないから、気のいいとこまでしかやりません。まったくだ。まあ、全然スノーの分岐とかのところまで差し掛かってないんだろうね。プロローグの部分しかやれてない。
朝食の後、身支度をしてバイトに出かける。なんて言うんだろう、下駄場、下駄場に並ぶ魔のポリタン。はい、ウィス、あ、ウィスって言うと思ったらウィスって言った。あ、いいよ、それで行ってきまーす。行ってらっしゃい。行ってきまーす。あ、しかし色おかしかったんだな。今までもうちょっと他の動画の、あ、失敗したな。で、ここで色調整をしたらさ、今度はアビ UTL の方で色の具合合わせてたやつがちょっとバキバキになるから、だからちょっと色味がおかしいなって思ってた分をアビ UTL で、色合いとか調整してたから、こっちで直っちゃうと、今度アビ UTL の方でしてた映像の設定を元に戻さないと変になっちゃうだろ。そういうことよ。今字の部分全く読んでなかった。猫がいたってことの子、人影が見える、あの子か。子供じゃ、ほらほら走ると転ぶぞ。普通の家庭だ。違った、見知らぬ親子は。今日は先客いるのか。あれ、いるやん。あの子と猫はじっと横を見つめている。よし、このお金をあの箱に入れるんだ。ほい、ぽいったな。じゃあこれを振って。これっていうか、あれなんていうんだろう、ガランガランのやつ。もっと振って。金鈴、あれなんつうかな、ガランガランのやつ。よし、次はこうやって両手を合わせて一礼、いっぱい、一礼いっぱい二拍手、違う、一拍、え、願い事。日本人か俺は。そういうのちゃんと覚えとけ。二礼二拍二拍手、違う、二礼二拍、一礼二拍。うん、1回礼してパチパチこうだな。1礼2拝、え、なんかそれもまだ神社ごとに変わったり違ってたりするんだよな。礼してパチパチやって1礼するっていう2回か。見知らぬ親子を社の片隅から見つめているあの子と猫、やがて親子3人が帰っていく。色がビビッドになってるな、だいぶ。あの親子と知り合いか。だいぶ色がビビッドだ。また出たな、幽霊め。違う。父上、母上。これどっちがいいんだ。まあ追いかけるか。まあ追いかけるか。にゃんにゃん。うるせえ。うるせえ。あいててて。けひゃ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 。ん？すごいね、この神社の境内に落とし穴を。朝、それ逃げろ、にゃんにゃ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 。落とし穴ってさ、本気で作ったら人落とせるんかな。人落とせるっていうか、本気で落とし穴を使ってなんかこう人を貶めれるんだろうか。そのなんか消したい人物がいたとしてさ、本気で落とし穴作ってそこに落として、で隠しとくみたいな。隠して一、あ、でもまあ人間なら逃げられるな。おーいって叫び続けて、一晩中おーいって叫び続けたらそれは誰か気づくな。人は殺せませんわ、落とし穴では。でも落とし穴で死んでた人いたよな、昔事件かなんかで、ビーチかなんかの落とし穴に。死ぬわ、それは死んじゃうわ。あれ、スミノの色がビビッドになって可愛らしさが上がっている。ごめんなさい、
な、シャテシャテ、ここに来るかなって思って待ってたの。ねえねえねえ、旅館に電話してつぐみさんからかなたちゃんが出かけたこと聞いて。すみのはええ子やな。何か用だったか。会いたかっただけ。お水汲むの。あ、よいセット。おお、珍しいか。初めて見たよ。ん、ここの水って他の連中は汲みに来ないのか。来るけど冬の間はあんまり来ないよ。まあ冬だしな。てかいつも冬じゃないのか、ここのこの村は。見たことないよ。ふーん、そんなもんか。よし、終わり。終わったよ。さて、俺はいつもここでいつも昼飯を食ってるんだが。このあの襟がピンとしすぎている気がするんだよ。好きだよ。まあ、気にしてはいけんな。気にしてはいけん。昔の絵と今の絵はちょっと違う。俺は水しぶきがかからない場所まで移動するとリュックから弁当を取り出した。隅にもとことこついてきて俺の隣に腰掛ける。寒くないか。大丈夫だよ。そのなんかある程度のリアリティと絵と、そんなに別に上手くなくてもいいんだよな。なんかこの手のゲームの、この手の時代のゲームの絵ってそんなに上手くないんだよ。そんなには。でもポイント押さえてて可愛いみたいな、そういう部分があってだな。語れば語れるけど完璧じゃない。多分こういうあの手のシワとかもさ、シワが過ぎるみたいなとこあるんで、その絵を見て育ってるから俺もそういう絵にしか描けないんだけどさ、よく考えたらこういうあの光の影の入れ方とか、これじゃもうまるでほら食パンじゃないけどその板みたいになってんじゃん、ここはね。だけどまあありかなみたいなね。 OK、 ビビった。左にあのまだメニューが残ってた。消してない、その消してないことね、あの詳細設定のやつが残ってて。美味しそうだよ。食べるかい。うん。はい。なんなんだ。かわいいやつめ。自分で食べないのか。わかったわかったわかった。おいほい。おいしい。スミノはかわいいな。おいしいよ。よかった、うん、じゃあお返し。多少子供をあやしてるような感じがするが、しかしまあ、まあこれがこの時代のゲームですね。いいよ、つかしいって。あー、もう素直にあーんと口を開ける。はい、あーん。もぐもぐもぐ。おいしい？まあ、あんまんだよ。よかったよ。はい、次。唐揚げがいい。あーん。こうやって俺、あんまんしか食えねえじゃん。おいしい。このサメトレード、はい。このサメトレーダーをちょっとどうにかしろ。このサメトレーダーをどうしようかしら。こちらからはえのき菜を出してるのに、向こうからは岡本博しか送られてこない。美味しかったね。かなたちゃん、うん、住みのいいのか、ここでゆっくりしてて。いいよ、かなたちゃんに会いたかったんだもん。嬉しいこと言ってくれるじゃないの。そうしたら俺だって喜ばしてやらないとな。いいのかい、ホイホイついてきて。あのね、そういうやつ。あそこの立て看板。はい。あ、あれか。かなたちゃんが来るちょっと前に老朽化して倒れちゃったの。わあ、綺麗になってるよ。木も新しいし頑丈そうだね。なんかの伏線なのかね、立て看板。龍神伝説が書いてあるんだよ。龍神伝説。それは前のままでしょう。伝説の内容。それはそうだ。帰るのかどうか揉めてたんだよ。
なんで？メイコがね、この村にまつわる伝説や由来を独学で調べるのも好きなのね。うん。で？それでね、この村の伝説と真実は違うなんてうっかり言ったものだから。うん。村中大慌て。うん。でも村中が大騒ぎになって、清志郎さんが謝りに行ったときに、メイコ、嘘ですって。うん、ホラフギ十兵衛ってな、なんか言ってたな。メイコはそれ以来固く口を閉ざして何も言わなくなったの。でもね、メイコはね、すごいんだよ、うん、私の知らないことたくさん知っててね、本当に見てきたかのように言うんだよ。面白いでしょ。なんかあったよな。ちょっとね、知ってるよ、スノーやってるからちょっと知ってるよ。うん、元からあったの。まあ結構ファンタジーだよスノーは。そして結構悲しいお話だよ。竜のお姫様と人間の悲しいお話。人間の男は竜を祀る人間で、姫は祀られている竜のお姫様だったんだよ。うん。ある日お姫様はその人間の男の人に恋をしちゃったの。うん。うん、お姫様は死んじゃったよ。かわいそうだよ。悲惨だよ。私なら耐えられないよ。それが竜神伝説だったっけ。本当の竜神伝説は、どうだったっけかな。遅いよ。そうだな。ポカポカポカ。うん、なんかその竜神伝説と何かこう登場人物たちは少しながら関わったような気がするが、スミノの存在は真っ赤だよ。何だったっけかな。ふい、たまらずポリタンクを地面に下ろす。ちょっと休憩な。細くて柔らかい指で手のひらをマッサージしてくれる。なんだくすぐったい。この声は。この声は誰の声？サウンドっていうか。セリフの色分けしなくていいや。これだと誰か分かっちゃうから、声で分けたい。というかどこから。上なのだ。悪発見。ちょっと待って、悪発見の後またえらい高いところに登ったもんだな。それに手にはつららを持っている。氷柱。こいつも僕っ子か。俺の僕っ子好きは一体どこから来ているんだろうとずっといつも思っているんだが、こいつも僕っ子か。なのだ。なのだ。知らないよ。カナタちゃんは？あれ、いや俺も全然知らない子なんだけど。僕の必殺技を受けてみろ。なのだ。つららを上から突き刺されると死ぬ。ふん。おカシャ。見知らぬ少女は空中でバランスを崩し、犬かきをしながら目の前の雑木林に突っ込んだ。痛そうだよ。もっとナレーション風に読みたいな。痛いだろうな。大丈夫かな。大丈夫かな。お、動いたぞ。ガバー。かわいい。小せい。この手か、この手がカナタの手を握ったのか。お、そうだっけ。痛い。ぐい。おい、何の因縁か知らないが、女の子はあんまりそういうことをするなよ。ほら、隅の手を離せ。
かわいいな。かわいいな。ケウナ、緑髪のかわいいキャラ。ケウナ。朝日って名前だった気がする。上の名前は知らん。こらこら、そんな大きなつららを持ってどうしようというんだ。朝日ってつまり誰が悪だ？スミノが悪だ。んだ。朝日からすると。ほう。こういう入りは珍しい。あうち。危ないだろうが。そういう問題じゃないだろう。ダメだ。お前、俺たちになんか恨みでもあるのか。チタバタチタバタ。こんなもの振り回して、怪我でもさせてみろ。シャレじゃ済まないだろう。冗談で絡んできてるんだったらもうちょっと怪我しないものでしろよ。わかったか？かわいいな。かわいいな。見知らぬ少女が顔を赤くしながら見つめているぞ。と。少女が首根っこをつかんでいる俺の腕につかまり、怠け者のようにぶら下がると一回転して地面に着地した。スタ。身軽じゃないか。というかパンツが丸見えなんだが。名前わからず。なんなんだあいつ。ちっちゃいな。このぐらいの高さしかなかったぞ。大丈夫か、スミノ。どういう話、どういうことで悪だったっけかな。もう覚えてねえよ。えう。やっぱりカナタちゃんの知り合いだよ。え？だって、はっきりカナタの手をって言ったよ。見覚えがない子だったな。ということで、22分ぐらい来たので、ここまでにしますか。また別の日に日を改めてやろう。朝日に会えたのでよかった。スノーはね、やっぱキャラが秀逸。こうしてみるとな。朝日とこいつだったか忘れた。メイコと、だから朝日とこの子と3人攻略したら過去編みたいなのにいけるんだったかな。メイクは攻略できなかった気がする。過去編行きたいな。まあ、そこまで考えてないっす。それじゃあまあ、とりあえずここまで。ほなまた。